は高原のリゾート地、かの子たちは日頃のストレス解消にペンションにやってきたよ。気持ちいい。日頃私たち働きすぎ、この旅行で思いっきりストレス解消してやろう。リフレッシュ。着いた、ここだ。うわ、でかこの石像。嫌な予感、ブンブン。皆さんお待ちしていましたよ。僕はここハッピーキャプテンのキャプテン清里博士です。キヨピって呼んでね。さあ入って入って。いや疲れたでしょ。そこに座って座って、今ウェルカムサービスでドリンクお待ちですよ。結構気が利いてんじゃん、あの親父。性格に問題ありそうだけどな。でもドリンク嬉しいね。熱くてすっかり喉カラカラ。おまじ、キヨピ自慢の自家製ドリンク、セイシェルの夕日です。こんなクソ熱いのにスープかよ。セイシェルの夕日だ。さグググイと飲んじゃって。キヨピのエネルギー持つさ。それからお茶菓子もサービスしちゃうよ。赤ちゃんのフォアワンほっぺに妖精の森のキリカム、さらにダークナイトファンタジー、たくさん作ったからガガいっちゃってる。甘食に焼き芋に練りようかんだ。今こんなの喉が渇いて食えないよ。残すのも悪いし、しょうがない。ここは頑張って食べてさっさと部屋行こう。趣味悪いな、この部屋。お前さんが言うか。正直これじゃストレス解消どころか逆にストレス溜まるね。あ、そうだ、もっと温泉行って旅の疲れを一気に吹き飛ばしましょう。お、いいねそれ。あの子たちにキヨピの大冒険を聞かさなくては。では、おいらはキヨピ。なんかヤバい歌を聞かされそうだ。絶対ヤバいね。本日の湯は別府って、ここ本物の温泉じゃないの？こう堂々としてるとある意味潔いな。早く入ろうよ。予想はできていたが、お風呂も趣味悪。作りもんだこれ。ねえねえ、これ肩こりにいいかも。かあ、いいね。気持ちよさそうじゃん。次あたし。え？かあ。やば、キヨピにバレないうちに何とかしないと。キヨピとか言うな。困った時はバレリアンに変身。ダダダーン。さあとりあえずそこら辺の岩とかガンガン拾って穴を塞ぎましょう。ちょうどいい大きさの岩発見。それだ。よいしょ。うん、止まった。ぴったりだ。よかったね。これって大物の温泉だ。もしかしてさっきの陥没で温泉が湧き出しちゃったってやつ。ゆか、温泉最高。温泉出ちゃった。うほほいほい。ねえ、キヨピはストレスってある？だよ、やっぱりね。おいらはキヨピ、ヒゲが濃い、一日5回ヒゲを剃る。